続きやっていきましょう。そうですね、じゃあ1個目のデータの、あ、そうですね、出ない選択肢からですね。じゃあそうですね、カットしましょうか。はい、ここまで来ました。じゃあここで分かったよを選びましょう。うん、分かったよ、出発は明日の朝にする。その夜も私は静音の家に泊めさせてもらった。今日のことをお父さんにメールで報告したが、やはり反応はなかった。静音の気持ちは嬉しいけど、彼女を巻き込んでしまっていいのだろうか。それが私の心に引っかかっていた。セーブしましょう。じゃあどうしましょう、ここ行きましょうか。おお、パーティーだね。第2幕、榊ヶ森。歌の大丈夫？ん？おはよう。目が覚めると、静音が心配そうに私の顔を覗き込んでいる。どうしたの？うなされていたよ、歌の。うん、なんだか嫌な夢を見た気がする。出かける？うん。なんだかすごい田舎に来ちゃったね。私たちは電車を乗り継ぎ、古地図の示す場所に向かった。車窓から見える見慣れぬ、景色に私の不安は次第に大きくなっていった。ごめんね、しずね。ありがとう、付き合ってくれて。気にしないで、ピクニックだと思えば楽しいじゃん。あ、ごめん、しのちゃんを探しに行くんだもんね。心配で楽しんでる余裕なんてないよね。うん、ありがとう、気を使ってくれて。確かにしののことも心配なんだけど、なんだか私呼ばれてるみたいだから。あるはずのない扉の向こうで出会った人物の言葉。歌坂木村にて何時を待つ。何のために私は歌坂木村に行かなければならないのだろうか。なんか流れだね、さっきね、言葉ね。暗い話ばかりだと良くないよ。もっと明るい想像しようよ。明るい想像？例えば歌坂木村に行ってみたら、村人はイケメンばかりで、私たちは運命の出会いをすることになるとか。そのイケメンの村人たちは何のために私を村に呼んだの？女性の少ない村で大地主の嫁にするために歌のを呼んだとか。どう？まず私のことを何で知っていたのかっていう話だし、私を呼び寄せるために妹を利用するような人はイケメンでもお断りだよ。まあそりゃそうだよね。気を使ってくれてんねんからよ。まあな、余裕がないのはわかるけど。すげえ山奥、なんかとんでもないところに来ちゃったね。うっそうとした森だね。バスの姿をした猫とか、オカリナを吹く森の主とかいそうだね。もっとおどろおどろしい感じかな。大きな山犬とか、水面を歩く人面の鹿とか出てきそうな雰囲気、ジブリだね。うーん、ん？あ、しずねって結構世間知らずだよね。うーん、何それ。歌坂木村ってどんな村だろうね。集落人口10人、村人の名字は全員榊だって。お父さんのノートには書いてあったけど。でもそれってしずねのお父さんが歌坂木村に行った時点のことだよね。こんな人里離れた村にある小さな集落って限界集落でしょ。今はもっと人口が少ないんじゃない？そうだね。当時の10人がほとんど老人だったら、今はもっと少ないのかもしれないね。今1人2人とかしか住んでなかったらどうする？ちょっと怖いね。もしも誰もいなかったら、行ってみたら廃村で。ちょっと静音、なんか怖くなってきたよ。やめてよ、そういう怖いこと言うの。ま、誰かしらはいると思うけど、気をつけて行った方がいいよ。何があるかわからないんだから。終点、榊ヶ森、榊ヶ森。もうバスの運転手もっと次はみたいなさ、こうテンション高く言ってよ。もうびっくりした。あー、着いたみたい。ひえ、なんもないね。帰りのバスは大丈夫かな。まだこっからかなり歩くみたい。おお、すごい綺麗。本当にこんなところにしのちゃんがいるのかな。でも歌坂木村に行ってみるしかないよね。君たちも歌坂木村に行くのかい。一緒にバスから降りた人物が私たちに話しかけてきた。あなたも歌坂木村へ。
バスの中で君たちの会話が聞こえてきてね。俺の名前は辰巳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 。俺も歌坂木村に用があるんだよ。辰巳辰巳さん。名字は方角を表す一文字の辰巳。名前は龍に海の辰巳。両方辰巳なんだよ。変な名前だろ。さては偽名ですね。ちょっと歌の。よく言われんだよ。でも本名だよ。辰巳さんはどうして歌坂木村へ？俺はジャーナリストなんだよ。依頼を受けて歌坂木村について調べているんだ。今回は現地調査さ。ジャーナリストさんなんですか？なんで頬赤くなってんの？君たちは何のために歌坂木村へ？私、荒指静音と言います。歌野です。歌坂木村へ行くと言って、いなくなった妹を探しに来たんです。私がそう言うと、辰巳の表情が曇る。妹さん、いなくなったの？ええ。もしよければ、俺も探すのを手伝うよ。君たち高校生だろ？こんな山奥、危ないよ。ありがとうございます。でも、君たち、歌坂木村への行き方知ってるの？俺、大体、この辺りにあるということしか知らないよ。実は現地調査に来たの、これで2回目なんだ。前は村の場所がわからなくて、何時間も森の中をさまよって帰ってきただけ。こっからそんなにかかるんですか？迷うパートとか入れたくないよ。森の奥の深くあれ、小さな集落らしいから、目印もないし、地図もないから。地図ならありますよ。私が古地図を辰巳に見せると、彼は目を見開いた。歌坂木村への地図。一体どこでこれを？いろいろあったんです。私はどこまで打ち明けたらいいかわからず、適当にはぐらかした。でも、辰巳さんが協力してくれるなら心強いわね。そうだね。やっぱり私たち二人だけだと不安だもんね。一人だとなんか変なとこ連れて行かれるしね。かっこいいし。惚れてんの？そうと決まれば、日が暮れる前に歌坂木村を探そう。地図があればそう迷うこともないはずだ。はい、よろしくお願いします。辰巳辰巳を加えて私たちは歌坂木村へ向かうことになった。しかし、私たちは無事に歌坂木村に着くことができるだろうか。私の不安は大きくなるんだばかりだった。ではセーブしとこう。お、いいね。なんか3人って、おーい、ドラクエじゃん。ドラクエじゃないね。へー、あ、暗くなってる。なんだか急に暗くなってきちゃったね。山の天気が変わりやすいみたいだから、雲が出てきたみたいだ。雨が降らないといいけど、さっき降ったもんね。なんだか同じような木ばかり並んでて迷っちゃいそうだね。なんか書いてあるね。はい。看板には文字が書かれていた。メス、なんだこれ。メススーテシ、と、逆かこれ。13の光を灯して進めかな。 13？ あ、画数かこれ。でも、さっきあれじゃん。どうなんだろう。 13？ なんだ、わかんねえ。これか、これ。13っぽい。あ、13か、これ。これじゃね。これ消して、これで、あ、いや、ごめん、ちょっと G 見てなかった。ちょっと待って。これでが、13、違うな。これが完全に違うな。じゃあこれ消して、じゃあもうこれでいけんじゃないの？あれ？あれ？ねえ、なんかさっきから同じようなところを通ってるような気がしない？同じような地形が続いているだけではなさそうだな。樹滴結界。え、歌の何それ？え、何が？今何か言ってなかった？樹テームとかなんとか。え、何も言ってないよ、私。そう？なんだこれ。これ逆になってんのもあれか。なんか、13の逆で31とかかな。逆にここだけ消してみるとか。これでいけんじゃん。あ、いけないね。戻ってきてるよね。じゃあなんだ。え？でもこれ、数的にどうなんだろう。こっ消してみる。じゃあ一回。まあ、どうせあれだもんね。これ、16パターンじゃん。全部試しても。お、いけた！やった！何これ。
え、なにこれ。え、読めねえよ。と読めるじゃねえよ。読めねえよ。わかんねえ。わかんねえ。わかんねえ。読めって。あ、なんでしょう、この漢字。右から2番目と4番目の文字、なんて読むのかな。その文字は、む、もしくは、うーと読む。詳しいね。うむの、むの、異字体で、痛い字で、ひらがなの、んの元となった字だ。へぇ、辰巳さんって物知りなんですね。役いな。じゃあ、それが、んって読めるんだったら、他のも全部、あれじゃないか。ひらがなに直したり。かん、はん、看板か。看板から、に、ほ、きた？え？何？いやいやいや、いいよ。知ってるから。え？何？二歩来た？ここ？ここか？ここがいいのか？ん？ボロボロのかかしだ。これ動かすとか？おー、ごめん、ごめん。ちょっと見させて、それ。あ、ちょっと待って。次だ。かかしはなぜ、かかしと言うのだろう。その昔、かかしはかかしという字を書いた。魂を書いた人間を表すこの言葉は、文字通り、死んだ人間を畑に立てかけていた頃の名残ある。えぐ！主に、罪人や身分の低い者が死んだ際、かかしとして死体を利用されていた。風化した後、畑の肥料になるということで好評だったが、人権団体の抗議も入り、いやいやいや、絶対うぜん。現在のような人間を使うようになった。もちろん、それ嘘かい。じゃあどうすんの？これ動かすんじゃないってことだよね。なんだろう。これ？あ、動いた。じゃあ、これあれじゃん。こうじゃん。こうじゃん。こうじゃん。へい。さっきから同じようなところを何度も通っているような気がするよ。そうかな？この辺りは初めて通った場所じゃない？どんどん暗くなってきちゃうね。もうすぐ日が沈む。雨も降りそうだ。こっからじゃあ引き返すのも時間がかかりそうですね。あれ？そこに何か落ちてない？え？お守り？赤いお守り？あ、これって、これ、シノじゃないんかな？ヨシノかな？あれ、なんか、いや、シノっておかしいよね。ヨシノかな？あれ？お守りだ。気に入っていつも持ち歩いてた。え？今年のお正月、ママの実家に行った時、おばあちゃんたちが私に買ってくれたの。私は思ってるの。じゃあ、シノちゃんは？ここを通ったってことだな。うん、急ぎましょう。え、なにこれ。え、なんか行けそうじゃないこれ、向こうとか。看板いいかな、読まなくて。なんか、でもこれ、普通に行けるじゃん。お、行けた。あれかな、押したらダメなパターンだったのかな。なんだかお腹空いてきちゃったね。駅でお昼ご飯食べてから結構経ってるからね。さっきからずっと歩きっぱなしだし。お菓子あるよ。歌の好きなチョコレートも。自然はチョコレートを私に渡した。私は包みを開けてチョコレートを頬張る。うん、美味しい。この甘くて芳醇な味と口どけ。よかった、歌の。ずっと張り詰めた顔してたから。ごめんね。私らしくなかったよね。いつもマイペースな歌のが歌のらしくないと私もなんだか辛いよ。しずね。歌のみたいな良い子が、いい子が悲しむなんて嫌だよ。ほんといい子だな、この子。ごめんね。泣きたいのは歌のだよね。なんだか、歌のとしのちゃんのこと考えたら泣けてきちゃって。ありがとう、しずね。歌のちゃんとしずねちゃんは仲がいいんだね。地図によると、村の着く前に小屋が一軒あるみたいなんです。もう見えてくるはずなんですけど。じゃあちょっと、一旦セーブしようか。全然してなかったね、そういえば。ん？何これ？比較的新しい看板がある。この先、染色性植物あり、毒はない。あ、でもこれ踏まないとダメなのか。ああ、どうしたの？歌の服すごいよ。植物の汁がついて黒くなっちゃってる。ほんとだ。背の高い黒い花がいっぱい咲いてたからね。しずね、肩のところも真っ黒だよ。あー、どうしよう。俺も腕が真っ黒になっちまった。水で洗えば落ちるかな。あ、降り出してきちゃった。急ぐぞ。あ、じゃあ走ろうか。お、小屋じゃん。小屋小屋。
水で洗えばこれは洗えないこれ。ねえ、雨ひどいから、あの声で雨どうしよう。お前が汚れたって言うからさ。暗いし、霧も出てきたから、これ以上進むのは危険だ。はいはい、わかりましたよ。小屋だ。さっき歌のが言ってた地図に載ってる小屋ということは、歌榊村に近づいているようだな。誰かいるでしょうか。どうだろう。この様子だと誰も住んでいるように見えないけど。今日は遅いし、雨も降ってきちゃったから、朝が来るまで、この小屋を使わせてもらおうか。え、ここで泊まるの。こう暗くて霧があると、森の中を歩くのは危険だ。それに、結構歩いて疲れているから休んだ方がいい。それもそうですね。お邪魔します。なんだこれ。あ、展示の入門書だ。これ使うのかな。小学校の時覚えたんですけどね、あんまもう全然覚えてないですね。なんか使うのかな。かまどがある。今は使われていないようだ。薄汚れた鏡がある。曇っていてよく見えない。おっきい蜘蛛の巣だな。曲いいな。好きだな、こういう曲。この扉、鍵を外側からかけるようになっている。外側ってことは牢獄みたいな感じで使われていたのかな。あ、本当ですね。どういうこと？ここは牢屋だったってことだろう。誰かが閉じ込められていたってことですか？うん。でも、なかなか使わないよね、これ。じゃあ、あ、優しいのかな。何置いてたんだろう、あれ。あれ、今そっちでなんか落としなかった？そう？ BGM ぐえってなんのやめてよ、もう。変色した場所が落ちている。紙には、村は風上にある、と書かれている。こんな紙あったっけ？風上ってそんな風向きなんてずっと変わるもんじゃないの？地図によれば、もう村は近いはずなんだけど。雨、降ってきちゃったね。さっきまであんなに天気良かったのに。今日はとりあえず、ここで休もう。無事かな。歌の、今はとりあえず体を休めよう。しのちゃんの心配だけど、休まないと歌のが倒れちゃうよ。うん、しずね、ありがとう。でも、この小屋は何なのかな？誰も住んでいないのかな？大昔に誰かが住んでいた感じだな。もう、使われなくなってかなりの年月は経っている様子だ。でもこの家、変ですよね。なんで家の中にこんな牢屋があるんでしょうか？罪人がここに閉じ込められていたってことかな？本棚の本、全部展示で書かれていた本みたい。だから、盲目の罪人がいたんじゃない？村から離れた森の中に、この家があるのも、罪人が住む家だったからかな。ああ、そういうことなんですかね。明日は夜明けと同時に出発しよう。早いけど、眠くなくても横になって、体力を回復しておいた方がいい。一応非常食を用意してあるから、少ないけど3人で分けよう。え、いいんですか？でも、申し訳ないですよ、そんな。え？もう、腹の虫かよ。私が遠慮するのと同時に、誰かの腹の虫が大きく鳴いた。キャー！え？今の沈め？体は正直だね。違うんです、これは。しょうがないよ。何も食べずにずっと歩き回っていたんだから。ありがとうございます。じゃあ、お言葉に甘えて。すいません、ありがとうございます。私たちは、辰巳さんが持っていた非常食を分け合って食べてから、明け方にまで眠ることにした。雨音が耳につき、なかなか寝つくことができなかったが、やがて雨は止んだようで、辺りは静かになり、私は眠りにつくことができた。何時間くらい経っただろう。人が動く気配を感じて、私は目を覚ました。あれ？しずねがいない。辰巳さんは座ったまま眠っている。器用だな。じゃあ、まあ、外出たらなんか怒りそうなんで、怒る前に一旦セーブして、今回これぐらいで終わりましょうか。それでは見てくださった方々ありがとうございました。次回もよろしければよろしくお願いいたします。ありがとうございました。